こんにちは。今回はこちらダイソーで購入している枕メヤンと、こちらセリアで購入しているミルフィメソックヤン、こちらを組み合わせて、いつもこのお見せしているカゴワンでいこうと思います。こちらはちなみに麻紐を5本ぐらい束ねて、それをソックヤンでこう巻き込んで編んでいってます。こちらの編み方をご紹介していきます。まあ、これはね、一番最初に作ったもので、まあ、1年2年ぐらい前かな。すごくね、いびつな形してるんですけど、でもすごくね、味が出てきて、まあ、ずっと使ってるんですね。で、麻紐もね、結構匂いが気になるって言われる方はいられるんですけど、まあ、全然ね、あの日にちが経つと匂いも抜けてくるので、すごくね、丈夫に長く使えるのでおすすめです。これはね、結構しっかり編み込んでるので、もっとふわっと編んでもよかったかなと思うので、そういうところもお伝えしていけたらなと思います。まあ、これはね、ベージュ。あの、麻紐が苦手だって、それでも苦手だって方はいられると思うんで、こちらをね、3本取りにすると結構太くなると思うので、これをね、巻き込んで編んでいこうと思います。ちょっとそれでも細いかもしれないんですけど、結構ね、これもちょっと、5本束ねてると思うんですけど、結構グッとね、締めて、編んでるので、かなりこれも時間かかってるんですけど、ちょっとふんわり巻き込んで編んでいくことで、まあ、雰囲気もだいぶふわっとした感じにはなると思うんですけど、ちょっとお伝えしていこうと思います。こちらがダイソーで購入している枕メヤン細、パウダーベージュですね。ポリプロピレン 100%、かぎ針が5号ですね。35g 45m 入っています。濃いの。これも毎年出るシリーズですね。でも今年は初めての色かなと思います。こちら、パウダーベージュ。いいな。こちらと、これはね、結構前に買ったミルフィメソックヤン。カラーナンバー14番。アクリル 100%、35g、105m 入っています。かぎ針が4号から5号ですね。で、こういうのを使っていきます。中心から糸を取り出して、こちらは1本ずつ外から取り出していきます。はい。こんな感じに糸をそれぞれ取り出して、こちらは3本束ねておいておきました。で、このミルフィメソックヤンから進めていきます。今回は6号で、こちらを編んでいきますね。で、輪を作って、連続で進めていきます。輪の中に針を入れて糸をかけてきて、いつものように立ち上がりを1つして、輪の中に細編みを6個していきます。まあ、1つ目のところにマーカーつけていきますね。1つ目、1。こんな感じで細編みを6個してきたら、中心部分をこう引っ張って引き締めます。で、ぐっと締めたら、最初の細編みの頭、手前から向こうに針を入れて、で、この状態でこの糸も巻き込んでいきたいし、こうやって巻き込んでおきます。で、この状態で立ち上がり、引き抜き立ち上がりなしで、ここでこの用意してた3本を裏に当てて、まあ、ちょっと、ケチろうと思っていて、10センチもないぐらいかな。でもそれでもちょっと多めに出しときます。まあさ、最後のところでカットしていくので。これで、で、このベージュを左に持って、こちらの、久しぶりにやるから、こうやって裏に当てて、右手に持っとこうか。右手で持って、で、こちらの、ミルフィメソックヤンを編んでいきたいので、この状態にします。で、ここで、あの糸を持ってきます。で、引き抜き立ち上がりなしなので、これで細編みをします。で、これが一つ目ということで、またマーカーつけていきますね。引き抜き立ち上がりしないので分かりにくくなると思うので。で、二段目の増やし方なので、同じ目に針を入れて、このベージュ巻き込んで編んでいきます。まあ、こちらの色も巻き込んで編んでいきますね、糸端。これで、こういう風に巻き込んで、で、こう、引っ張り気味にして、細編み。で、2つ入ったので、次の目に針を入れて、次もここに巻き込みながら、ふわっとこう、仕上げていきますね。で、こうやって整えながら、で、自然にこの中のベージュが入るように編んでいきますね。同じとこれも一つ。で、次の目に針を入れて、同じところに細編みを2つ。同じところに細編みを2つ、この段をしていきます。
こんな感じでちょっと確認してみますね。ちょっと喋りながらしてるんで間違えてる場合があるので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ですね。一番最後ここなので針を入れて同じように巻き込んで、でふわっと中で巻き込めるようにして、で細編みをします。1,2 このベージュが細いかな。でも結構ね芯になってしっかりするので、こう見えてなくてもこのまま進めていきますね。外側になるごとにこうベージュが見えていったりするので、で最初のこのマーカーのところ、また手前から向こうに針を入れて、でここで、まあ、こちらはね結構巻き込んできたので置いていこうかなっていう感じなんですけど、この感じでずっといつもの円の増やし方で広げていきます。3段目の増やし方なので、同じところに2つで始めていきます。で1つ目にまたマーカーをつけて、で次は細編みの頭に1つで、次は増やし目なので同じところに細編み2つっていう感じで、でだんだんこの外側になるにつれて、まあ、いつも細編みする場合はこうやって針を入れてこんな感じにすると思うんですよ。とかここはちょっとね短くなるんですけど、ふわっとこう何て言うかな、円の外側になるので長編みに引き出すと結構すっきり綺麗に出来上がると思うので、こうやってね細編みをしてここへ取ったら、この引き出しでこう長めに肝を持っていきます。でこんな感じでずっと進めていきますね。1,2で、この中はなんか変に触らない方がスッキリできるかなっていうところで、この状態で、この挟んだ状態で巻き込んで編んでいきます。こんな感じで、でね、あまりにもこうぐしゃってこう出てくるようだったら、こうなんていうかな、軽く引っ張って整えるぐらいで、まあ、そんなにね触らなくてもいいと思います。それで同じところに細編み2つ、で次は1つ、でこうやってね、なんかお椀状になる場合はこういう風にこのミルフィミサックヤン、今回はそうなんですけど、これをちょっと引っ張って中側もこうふわっとすると平らになっていくと思うので、そういうところでちょっとずつ直しながら進めていくといいかなと思います。で同じところにまた2つ、こんな感じで広げていこうと思います。でどこまで編めるかっていうのはちょっとわからないんで、まあ一応ね、底をいつものように編んでいって、どれぐらい編みましたっていうところで側面編んでいこうと思うんですよ。今のところね、ミルフィミソックヤンしか見えてないですけどこんな感じで進めていこうと思います。同じところに2つっていう感じで、で最後は1つ、でこちらの円の増やし方はいつもと同じ別で動画を撮っているので、こちらよかったら見てみてください。でだんだん編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで底を広げてきましたって言って、だいぶね広げてきたんですよ。まあ、これよりだいぶ大きいんですけど、まあ、っていうのも結構ねグニャってなってるので、カゴにしてはこの側面がしっかりしないかなと思ったので、ちょっとマットにしてみましたこんな感じでランチョンマットとかね、そういう感じで使えるかなと思うので、でこれで終わりにしようかなと思っていて、まあ、ちなみに何段だかというと 1,2,3,4,5,6,7 以上6段編んできています。ちなみに一番最後は増し目で25、1つずつ細編み入れて増し目、25、1つずつ細編み入れて増し目の段で割ってます。で一応直径測っていきます。まあ、大体にはなるんですけど、大体38.5cm ぐらいだいぶ広めてきましたね。それで、まあ、一番最後はね、ここをこの中心の芯にしてる分、これの分をカットして巻き込んで、糸始末はこれで終わりにしようと思ってるんですけど、まあ、ここでこの一番最後のところだけ雰囲気をちょっと変えたいなと思ったので、ここの頭ではなくてこの根元、いつものように分厚く編み方で編んでいきます。これが一つ目ということでマーカーつけて、まあ、変だったらまた変えていこうと思うんですけど、で、まあ、2つ入っているので根元にもう1つ、こんな感じで前段で入っている通りに編んでいきます。でここは何目か巻き込んで切り離して進めていこうと思います。1つのところは1つで、この外側のところは
こういうふうにちょっと余裕を持って編んでいきます。こんな感じで進めていきますね。まあここはね巻き込まない方が良かったかな。ちょっとねカットして、まあ、10センチちょっと長めにカットして切り離して、で後で1本ずつ糸始末しようかなと思います。こんな感じで変だったら戻る、変だったら戻るっていう感じで、まあ、大抵の場合はやり直せるのでこういう風に進めていってます。でここは1つに対して1つずつ細編みを編んで、外側はこういう風に引き抜き気味でぐるっと一周この前段で編んでる、増やし目のところは増やし目という感じで進めていきます、はい、こんな感じで一周同じようにこの巻き込んで編んできました。でここはちょっと段差があるので、まあ、一番最後の目はここの細編みの頭に針を入れて引き抜きで最初のこの細編みのところここにつなげようと思います。それで、まあ、引き抜きして、でここで糸をカットして10センチぐらい糸を残してカットで、スッと抜いて、で針に糸を通して糸始末をしていきます。針に糸を通して次の目のところに針を入れて、でこの出てきたところにいつものように戻って、で裏側に糸始末をしていきます。こんな感じに自然になるように、これで裏に返し返して糸始末をしていきます。こんな感じで何回か返し返して糸始末していきます。で糸をギリギリでカットして、こちらのこの中に巻き込んだ糸もそれぞれ分散させて糸始末をしていこうと思います。この中側に、まあ、表も裏も見えるよう、見えると思うので、まあ、こちらも編み地を崩さないようにしてこの同じ色のところに糸始末をしていきます、はい、こんな感じでこちらが裏なんですけど、裏も編み地を崩さないようにして糸始末してきてました。まあ、表とね若干編み地が違っていて色の入り方も違うのですごく可愛くなるので、編み地を崩さないようにして糸始末してきてましたね。でこちら側が表で、サイズはさっきお伝えしてた通りです。で糸はミルフムソックヤーンが2玉ぐらい使って、で枕目ヤーンが3玉使いました。まあ、それもねこの何て言うかな、この中の枕目ヤーンの本数によってもだいぶ雰囲気も変わると思うし、この幅が変わってくると思うので、まあ、そういうところもいろいろ試して編んでみてください。まあ、お客様いろいろちっちゃい大きいで、まあ、いろんな感じで使えると思うんですよ。だけちっちゃいのでコースターとしても使えると思うし、もっと大きく編んだら玄関マットとしても可愛く使えるかなと思います。まあ、これだとねランチョンマットって言ってたんですけど、座布団の上にポンと置いて可愛く使うこともできるし、なんかねこのインテリアとしてこうやってね何て言うかな、テーブルにタランって垂らしてここになんか物とか置いても可愛いかなと思いました。なんか色もねいろいろあるので、ミルフムソックやそういうところも組み合わせによってもだいぶ楽しめるかなと思います。こんな感じでいろんな色でいろんな大きさで試して編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。